リリアン・ボードはイギリスの陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの銀メダリストである。ボードはセカンダリースクールの生徒だった1961年に教師からスプリンターとしての才能があることに目をつけられ、地元のスポーツクラブに入会し、本格的に陸上競技を始めた。17歳となった1966年に、 初めての大きな国際大会でなるコモンウェルスゲームズに出場。400メートルで決勝に残ったものの5位という結果に終わる。ボードは18歳となった1967年に大きく飛躍した。まず7月に開催された英連邦対アメリカの試合で400メートルに出場し、52秒8のヨーロッパ歴代2位の記録で優勝。イギリス中に テレビ中継されたこの試合で彼女の名は広く知れ渡った。この年出場をした国際大会の400メートルでは6回走って5回優勝という花々しい成績を残した。また200メートルでも24秒6、800メートルでも2分8秒7まで自己ベストを更新した。ボードは1968年のシーズン序盤に 440ヤードで54秒8を記録し、メキシコオリンピックの参加標準記録を突破。その後モスクワで行われた国際大会の400メートルで53秒5を出し、世界ランクトップに立つ。しかし、7月に行われた英国選手権では、優勝確実な400メートルではなく800メートルに出場。2分2秒0という英国歴代2位の記録を、 出脂能力の高さを見せつけた。さらに8月には、西ドイツの大会で200メートルに出場し23秒5の自己ベスト、9月にはポーランドで400メートルに出場し53秒0と着実に調子を上げていった。そして、迎えた、メキシコオリンピック、ボードは400メートルにエントリーし、優勝候補の左右翼と目された。予選は流して53秒00。 準決勝は、自己ベストの52秒56と着実に調子を上げ、迎えた決勝。ゴールまで、残り100メートルまでトップをキープ。金メダルに手がかかっていたが、ゴール直前追い上げてきた、フランスのコレット・ベッソンにかわされ銀メダルに終わった。しかし、タイムは52秒12の英国新記録で、19歳で、望んだ初めてのオリンピックで、 表彰台という偉業を達成した。1969年のシーズンは、シーズン当初に100メートルの自己ベスト、4400メートルリレーで、世界新記録を出すなど、短い距離を中心に出場していたが、人体の調子が思わしくなく、ヨーロッパ選手権では800メートルに出場。この種目のヨーロッパランク8位と、さほど期待されていなかったが、 決勝で2分1秒4位の自己ベストで予想外の金メダルを獲得。さらに4400メートルリレーにもイギリスチームのアンカーとして出場。フランスのアンカーのベッソンと写真判定となる激戦となったが金メダルを獲得。タイムも3分30秒8の世界新記録であった。1970年のシーズンは800メートルのスタミナをつけるため、 初めて1マイルに挑戦。5月に行われたローマの試合で4分44秒6の英国歴代2位の記録を樹立。しかしこのレース直後、胃の調子がおかしくなり、医者からはウイルス性のものと診断され薬を処方される。その後も体調不良のまま試合に出場し続け、6月13日には4800メートルリレーで世界新記録を樹立。 その一週間後、激しくなる胃痛と減少し続ける体重に苦しみながら英国選手権の800メートルでは3位に終わってしまう。このレースが彼女のラストレースとなる。その後、病院でレントゲンを取り、膀胱炎とクローン病と診断される。そのため7月のコモンウェルスゲームズに出場することができなくなってしまう。しかし、9月になり、 さらに精密検査を行ったところ、彼女の病名は末期の大腸癌であることが判明。10月には胃に手にをしており、余命2ヶ月と診断された。ボードはその後も病と戦い続けていたが、12月24日に昏睡状態に陥ってからは目を覚ますことなく、12月26日にこの世を去った。 彼女の22歳の誕生日からわずか13日後であった。ありがとうございます。